栃木県出身柴田佳奈23歳サバイバルには2度目の出場。前回は山田プロ脱落です。まあ、なかなかこういう聞くのも嫌だよね。痛恨の池ポチャでわずか2ホールで敗退。自分の中で1ホール目は絶対落ちないようにしようっていう弱気だったんで、うん、今回は強気で100万円取りました。めっちゃ強気今回は強気で挑むサバイバル。自身の弱点を補うために最近は、私は常にピンしか見てないんで、やっぱコースマネジメントができてないっていうのが一番だったんで、ラウンドレッスンお願いして、練習の仕方とか気持ち考え方とかも今全部教わってます日々ラウンドレッスンを重ね腕を磨いている。プライベートはというと、タピオカ女子腹立つタピオカをもうなんか飲みながら次のお店のタピオカに行く。ゴルフ以外は大好きなタピカツ。気になる賞金の使い道は、家族旅行に行くんで旅行代を出したいなと。全部。前回の雪辱を果たしサバイバル制覇なるか。